岐阜の名景。この番組では後世に伝えていきたい岐阜の情景をお届けします。恵那山の裾野に広がる中津川市、いくつもの街道が交わる交通の要衝として栄えました。街道を行き交った旅人をもてなし、疲れを癒したお菓子があります。それが郷土菓子栗きんとんです。栗やさつまいもなどを使った粘り気の強いあんをまとわせたものが一般的ですが、この地域では炊いた栗に砂糖を加えて茶巾で絞り、形を整えたものを栗きんとんと呼びます。9月に入ると市内の栗農園では栗の実がたわわに実り始め、秋の訪れを告げます。栗の収穫は10月下旬まで毎日行われます。こちらの和菓子店では収穫した栗を3回に分けて濃度の違う塩水につけて、品質や実の詰まり具合をチェックします。そこに沈んだ実の詰まったものの実が原料として使われます。選び抜かれた栗を皮がついたまま蒸して、中身を取り出し、渋皮が混ざらないよう丁寧に取り除いていきます。弱火でじっくりと炊き上げて、最後に練り上げた栗を茶巾で包み、形を整えます。一つの栗きんとんには大粒の栗3個分使われていて、自然な甘さと豊かな風味がそのまま楽しめます。口の中に入れますとほどけるようにふわっと栗の風味が感じる、本当に栗のもう多分最高峰のお菓子だと私どもは思っております。硬くてもダメだし、柔らかくてもダメだし、口の中でほどけるようなイメージですね。あとその中で、香りが口から鼻に抜けるような、そういったお菓子にしたいというふうにやっております。旅人をもてなし、疲れを癒す、地元の人々の思いから作られてきた中津川の秋の味覚、栗きんとん。その素朴で奥深い味わいは、秋の実りを実感する贅沢なひとときへと誘ってくれます。